奇跡的にランダムで回ってきたガウントレット、いやー急いでちょっとキャプチャーを起動させたんですけど、いけっかな。さっきまでちょっとフォールアウトをやってたんでね、感度の違いとっていうのは言い訳にしかならないんですけど、いやーね、ちょっと一気にゲームを買いすぎて、レインボーシックスとナルトとフォールアウト、もうどれもビオ3もやりたくてっていう状況でね、どれをやったらいいのか分かんないんですよね。まあビオ3はちょっと動画を上げたいんで撮ってる、やってるんですけど、他をね進められなくなっちゃうね、やっぱりゲームってこう何本か一気に買っちゃうと。でもまあ欲しかったから仕方ないんだけど、来るよな、来るはず。下行ったか、 OK、 まず一匹。どっち行った、後ろか、どっちから来るかな、こっちかな、こっちかな、いた、いやーマジ、うん、やっぱりここはリスがなかなか安定しませんね。裏路地にはいない、だとすると後ろから湧く可能性もあるけど、警戒しつつ、あれどっちだっけ、上はこっちか、後ろから湧きそうなのが怖いんですよね。ちょっといるね、後ろから湧きそうなのが怖い、いざとなったら逃げりゃいいか。足音はしてないけど、銃声が左、ん、いけるか、行きますか。あれいないな、チーデスのリスってさ、ここどうなってんの、静かすぎひん、いやーマジ、あいつすげえ飛び出してきて急にエイム合わせてくっからびっくりしちゃったよ。いやーやっぱここのチームデスマッチはなんか微妙ですな。ここ壁走れる、無理か、 OK、 あそこ壁走れないよねさすがに。オッケー、どこだどこだ、武装とかするぞ、うっそ、ぴょん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 ゲーミングやつあ、いない、来そうなんだよな、あ味方か、あいるね、いるね、いるね、待ってんな、ナイスー、あそこにいるんだよな、頭出せや、後ろか、くそくそ、なんだこの、なるほど、は謎すぎんだろリスあでもほらな、こうやってこうすぐ後ろに湧くのがちょっと意味わかんないんですけど、ああざ、え、え、あれサイズは、うーわ待ってるよ、もう真ん中行かねえ、絶対真ん中行かねえからな俺も、とか言いつつ行かなきゃ逆にやられるんでね、いねえな、いやなかなか緊迫した試合になってきた、1ポイントが大事だぞ、この左、うわ危ねえ、後ろから来る、前を警戒した後に後ろを見る、いやー、ここの右の通路マジでいらねえ、あそこのせいでさ、なんかこのマップ全てが、全てはちょっと言い過ぎたけど、文句のつけどころは1万個ぐらいあるようなマップだな。
ああ、早くこの場所から離れてえな。敵のか味方のか。怖え、後ろ。ここ痛くねえんだよ。右下から足音。ん？右下から足音したんだけど。あれ？ブーストで今。なんだよこいつ。くそ。何あの、ジャンプするのってさ、みんなモンハン持ちしてんの？っていう疑問を今抱いてんだけど。モンハン持ち昔やってたんだけどね、 PS4 コンになってからは、 PS4 コンじゃない Xbox にしてからはね、まるっきりやらなくなって、 PS4 とか大きくてできないんだよな、指が届かないんだよな。いやーダメだ、ちょっと1キル1ですじゃなかなかあれだぞ。後ろから湧くん、あかねえ、味方か。1キル1ですじゃ示しがつかないぞ。うっそ、このさ、なんだっけ、ショットガン名前忘れたんですけど、あれを、あれは非常にイラつくから、あんまりやられたくない。俺も使いたくない、多分敵すげえイラつくと思うから、あれにやられたら。いるね。左から来そうなんだけど、やるね。あー当たったわ当たると思わなかったんだ。あー味方マジで後ろから来んじゃないのこれ。来ないか。アナイアレーターのゲージがだんだんと減っているんだが、絶対後ろから来っしょこれ。今いたよね、いなかった。しっかり UAV。 いや怖っすげえ固まってる。ナイス、味方の追っかけ。いや、やっべ。いや、後ろダメだな。あれ、なんか今味方固まってなかった？ここほんと前後ろから挟まれるのきついな。なんか俺死にそう。え、絶対わざとだろ今のあ、ケアパッケージ。カウンター。バレてはないよな。OK。何これ。うわー、セントリーだ。しかもこれ強化セントリーじゃね？あそこに置こうぜ。あと後ろ守ればいいだけっしょ。いないな。あ、強化セントリーあるから横から来るか。え、なになになに。ナイスー。あれ正面かな。いやー、なんか終盤は点差はつけれたな。いやー、はい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 、うかつに前に出てはいけない。おいいぞ、俺の強化セントリーがなかなかいい仕事をしてる。というわけで、やっぱりここはっていうマップですね。まあいいんじゃないかな、このチームデスマッチやりたかったし。かっけえこれ。え、何？俺全然さ、外見のなんていうの、この設定っていうかやってないから。めっちゃかっけえじゃん。やば、骸骨みたいな色合いっすね。というわけで、うんこマップでのチームデスマッチ、また次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。